ペルゴーレーズ街の殺人事件モーリス・ルベル作田中早苗役列車は闇の中をひた走りに走っていた私の車室にいた三人の乗客老人士と若い男とごく若い女は誰も眠らなかった 若い女が時々若い男に何か話しかけると、男は身振りで答えるばかりで、またひっそりと沈黙に落ちた。二時ごろに、速力を緩めないで、ある小さな駅を素通りした。駅頭がちらと窓をかすめると、やがて車体が転車台のところでガタガタ踊ったものだから、うとうと仕掛けたばかりの若い女は、 その振動と音響で目を覚ました。若い男は手袋をはめた指先で窓ガラスを拭いて外を覗き込んだが、駅の時計もランプも駅名札ももう闇に隠れていた。ジャック、ここはどこなの女が物飢い声で聞くと、若い男は懐中時計を出してちょっと考えて、 はっきりわからないがね時間から言うともうじきにポンターリエだろういやまだなかなかですよとシ心氏が口を挟んだまだトンネルも越しませんからな若い男はお礼を言った女はため息をついて本当にこの汽車はなんて長いんでしょうね あたしちっとも眠れないのよ。せめて新聞でも買っておいてくださればよかったのに。失礼ですが、老紳士はそう言って、いくまいかの新聞を彼女の方へ述べた。彼女はしとやかにそれを受けて、にっこりした。若い夫は、お礼心に巻きたばこの箱を老紳士の方へ差し伸べて、一本いかがですか あありがとうその若い男は三十ぐらいの苦み走った細表の講談師できりりと引き締まった体に粋な身なりをしていて目つきはごく柔和でことに細君を見るときの眼差しが優しかった細君は夢中になって新聞を読みふけっているらしかった 若い男は滑り落ちた膝掛けを直してやって、サイ君の目が疲れないようにランプの大湯を下ろしてから、ちょいと彼女の手を撫でて。これでいいだろサイ君はにっこりした。そこで若い男は老心子の方へ向き直って。どうもありがとうございました。この汽車は長くてつらいですね。ことにかないは、 容疑者になれなれいものですからすると老進使は愛想よく答えた「この季節は夜明けが遅いものだからパロルブへ着いてもまだ暗いのにあそこでは税関の手続きがあるので30分間の停車です」「あなた方は多分イタリアへいらっしゃるんでしょ?い」いえ スイスへ出かけるところです。家内が少し体が悪いので、医者から山へ転地しろと言われたものですから。しかし、山が寒くてこれが困るようでしたら、湖水の方へ降りるつもりです。これは、よほど大事に保養せねばならんのです。それに、私もこの頃くたびれているので、ゆっくり静養したいと思います。 若い妻君は新聞を続けざまに皆読んでしまってから「何もありませんわ私の大好きな記事を書いてくれないんですもの私は小説なんかよりもあの事件の続きを待っているのよ」夫は肩をすぼめて「あの事件のどこにそんな興味があるのか不思議だね」「どこって全体が面白いのよ」 巧妙な殺人、謎の事件、素敵じゃありませんか。すると老紳士も我慢がしきれないといった風で、その話に口を出した。あなたのおっしゃるのは、ペルゴレーズ街の殺人事件のことでしょ、マダム。ええ、あれは面白い事件じゃありませんか。実に面白いですね。 それご覧なさいこの方も同じご意見よ男は目を伏せたなりで新聞を広げて一体どんな事件だったかねあらあなたも新聞を読んだくせに先番芝居の幕あいにあんなに詳しく読んだではありませんかそれに今朝だってたつ前にもすると男は新聞を手から落として 呆れたようにサイ君の顔を覗きながら「こらお前は気でも狂ったのか僕は読まないと言ったら読まないんだよ」といかにも素っ気なくほとんど乱暴な口調で言った彼は見たところ柔和で優しそうだが決してサイ君の口ごたえを許しておくようなおめでたい亭主でなかったに違いないそれに さっきあんなに優しかった青目が急に険しくなってきたので、私はハラハラした。と、彼もすぐ私の驚きに気づいたらしく、気を変えてさりげなく言い直した。ああ、わかったよ。遊び女が自分のうちで夜中に担当で殺されたとかいう事件だろ夜中じゃない、真っ昼間よ。と、若い細君が訂正した。 昼間だったかね。賊は金や宝石をさらっていったんだろうザラにある事件さどういたしましてもっともっとミステリーな事件ですわお前のミステリー好きには降参だよ彼は短足してまた端子を読み続けた若い才君はシ心師の方へ向き直ってその不幸な人が強行にあっているさなかに 誰か戸口へおとなっただろうという説もありますが、どうもそうらしいですわね。あなたはどうしてそれを信ずるのですかごく簡単なことでございます。というのは、賊が入ったにもかかわらず、宝石類が一つも紛失していません。タンスの上には、高価な指輪が二つと、ダイヤ入りのブローチが一つ、 元のままに乗っていて、陳列ガラス箱の中の骨董品にも手を触れた形跡がなく、部屋の中はきちんとなっていたそうです。きっと犯人は、突然戸口に人が来た物音に驚いて、獲物を取り込む暇もなかったんでしょう。ですからあの犯人は、大した得にもならなかったのです。しかし、老心氏は首を振って、ところが、 大儲けですよ。あんな大儲けをした殺人事件は、この数年来ありませんな。おまけに、賊は悠々とやってのけたのです。それは私が保証します。それなら、なぜ宝石を取らなかったのでしょうかそれは、賊が利口なやつで、金や紙幣は無難だが、宝石類は所持していても、 売っても足がつきやすいと考えたからです当説は電信や電話というものがあって犯罪者もうっかりできませんよ例えば会場で無線電話をかけると犯人は法律で引き渡しを禁じられている安全な国へ上陸する前に捕ばされますからねけれど今度の犯人は早速足がつかないように用心して 抜け目なく立ち回ったんでしょうね。それはそうですとも、結局、捕まりっこありませんな。露心士はきっぱりと言い切った。私は、もう黙っていられなくなって、ところが皆さん、それが怪しくなってきましたよ。と、つい口を滑らしてしまった。 若い君はびっっくりしたふうであった。で老心氏は新聞のおか,げからじろりと私の顔を見て「私はこの事件の関係記事を全部読みましたがね」と彼は言い出した「非常に注意して新聞を十種も読んでいるがそのような報道は一つも出ていないじゃありませんか」「そのはずです」 今私が言ったことはごく最近に分かったので、明日にならないと世間へは知れないんです。すると若い細君は熱心に乗り出してきた。あなたは新聞社の方でいらっしゃいますかいや、マダム。しかし、情報は詳しく知っていますよ。私は警察の嘱託医として最初の検証にも立ち会いました。 その時は、あの凶行のあった部屋が暗かったものですから、担当で胸を一月にやられたのが致命傷ということだけ分かったのですが、死体をモルグへ運んでから私が改めて調べると、左のチブサの下にかなり大きな一種のシミを発見しました。茶褐色を帯びていて、ちょうど 人間の手形を押したかと思われるシミです。そこで私はそのシミを写真に撮って種板を捕力して焼き付けてみると、果たして手形に相違なく、しかも長い華奢な手で、あらゆる細部がひだや線や指紋の一つもかけないではっきりと出たではありませんか。それは、 警官が死体を持ち上げるときに触ったのでしょう。と露心氏が反駁した。警官なんか一般に手袋をはめていないんだからね。やましいものでなくても、そこにあまり綺麗でない手の跡がくっつくはずです。新聞を読んでいた若い夫は、それ見ろと言いたげに笑い出した。しかし、私は怒りもしなかった。 医者のことなら何でもバカにして事に鑑定人を笑いたがるのが彼の癖らしかったそこで私は単に付け加えた人間の目に見損ないがあっても科学は間違いっこありませんその染みはまさしく血痕だったのです極めて希薄だけれど血で付着した手形に相違なく ことにそれは、事件の発見以来、その家に出入りした誰の手にも合いません。それに、血に汚れた濡れ手ぬぐいが一本、化粧台のそばに捨ててあったのを発見したので、それを手がかりとして、容易に、強行当時の模様を判断することができます。すなわち、犯人は強行を終えると、 鮮血に染まった右手をその手拭いで拭いてから、去り際に被害者が完全に事切れたか、とどめを刺す必要がないかを確かめるために彼女の心臓の部分に手を当ててみると、鼓動が全く停止していたものだからすっかり安心して入った時と同様に音もなく出ていったというわけですが、気の毒にも彼は この手形のことに気づかなかったのですその血が執念深く女の皮膚へ粘りついていたわけで要するに彼は愚かにも自分の仕事の上に明瞭な疑う余地のない署名をしてしまったのです三人の乗客はあっけに取られて聞いていたが珍しいこともあるのですね 若い祭君が真っ先に感心すると、夫もその後について、実に不思議ですね。だが、指紋だけじゃ心細いね。と、老心子は頑固につぶやいた。同時に人相や風災を突き止めない限り、それは空理空論の満足に過ぎないでしょう。私が犯人なら、 枕を高くして眠りますね今晩だけはねしかし明日はだめです今言った手形の写真が明日あらゆる新聞に出ますそうするとこの手はフランス中はもちろんのこと2日後にはヨーロッパ全体に知れ渡りますからね犯人は一生涯寝ても起きても手袋を離さないという決心をしなければ 必ずこの手から発覚します。それが嫌なら、男らしく、自分で手首を切断するのですね。なぜって、この手は種々なる特徴があって、専門家が見ると、容易に判別ができるばかりでなく、もう一つ、誰が見てもわかる目印があります。それは、薬指の先から、手相見の、 いわゆる生命線の起点へ走っている一筋の傷跡なんですがね実に鮮やかなもので見舞いとしても目につくのですそれで大変不吉なお話ですがもしもその犯人がこの射出に乗っているとすればマダムなりメッシュなり私なりが直ちに彼を認めて 次の停車場で警官に捕獲させることができるわけです。そう若い彩君がつぶやいた。二人の男は思わず手袋をはめた自分たちの手を見た。その写真は本当に明日発表されますか若い男が問いかけた。我々が向こうへ着くと、 その写真が新聞に出ているわけですね。と露心氏も続いて聞いた。いや、写真は今夜渡したのですから、早くても明朝のパリ新聞でなければ出ません。若い細君もひどく気になってきたらしく、少しもじもじしながら。早く見とうございますわ。わけないことです。 カバンの中に1枚持っていますからお目にかけましょうこれですよ彼女が写真を手に取ると夫は肩越しに覗き込んだ老紳士も「ごめんなさい」と割り込んできて3人は額を集めてその写真に見入った彼らが緊張した顔をして熱心に見つめている様子はまるで 実物の手が目の前に現れたような風だったしかしランプが暗いので私はその細部を説明で補足しなければならなかったこの白い筋をご覧なさい鮮やかなもんでしょうさてこの筋はなんだか鬱陶しいじゃありませんか少し開けましょう 若い男がそう言って窓を開けると、老心師は額を拭きながら、ああ、これは大助かり。私は説明を続けた。その時、汽笛がけたたましくなったと思うと、車輪の響きが急にひどくなった。私は一段と声を高めたけれど、合合たる音響に押されて話が通らない。 このトンネルを出てからお話しましょう。想像しくて聞こえはしない。するとロシン氏は自席に帰ったが、若いサイ君はじっと例の写真を見つめていた。どうも鬱陶しい。彼女の夫は再びそう言って照光口の方へつとをかがみ込んだ。 妙な物音がした。叫び声のようであったしぜいぜい言う瀕死のあえぎのようでもあった我々三人が同時に顔を上げたところを見ると皆にそれが聞こえたらしかった列車は1分間トンネルのこの物音に包まれながら走っていたがやがてその音が静まると空気も軽くなったように思われ 車室に侵入していた蒸気も散っていった。列車はトンネルを出切って、再び広い空の下を走っていたのである。私は説明を続けようとして、ふと若い男の方を見ると、彼は自責のところに寄りかかって、窓の外へ手をぶら下げたまま、真っ青な顔をしていた。 なんだか、気違いじみた目つきで、私たちを、ことに、サイ君の方を、キョロキョロと見ていた。ご気分が悪いんですか私がそう言いながら支えようとした途端に、彼は前方へつのめた。その時私は、彼の右腕の端に、血みどろなものを見た。めちゃくちゃに砕けた肉と、骨と、 血でドロドロになったものがぶら下がっていたのである。あ大変老心士が叫んだ。トンネルの柱でやられたな。手首がない。若い細君はぎょっとして立ち上がった。私はいきなり負傷者の服の袖を引き裂いて、出血を防ぐために自分のハンカチでその腕を縛ってやった。彼は目を開いたが、 おおどおどしてその視線は肩から不気味な傷へ下がってそれからそこに立ちすくんでいる若い崔君の方へ苦しくこびりついた崔君はやがて座席へ腰を下ろしたが歯の根も合わぬほど震えながら黙って怪我した夫を必死と抱きしめた突然今の老紳死の叫びが私の耳に返ってきた 手首がない「私は床に落ちていた写真を見た」と負傷者も私のその視線をたどってそれからじっと私の顔色をうかがった私はまた「面相を確実にするためには彼は手首を切断するほかはあるまい」とさっき自分で言った言葉を思い出した。 とそして確信が同時に私の頭に浮かんできたけれどもその際私はそれを口へ出す勇気もなかったしそんな気持ちにもなれなかった我々はただ目前として夜の明けるのを待ったバルルブではまだ暗かったのでローザンヌ駅へ着いてからケガ人を降ろした その後私は耐えて彼の消息を聞かないあの時に彼は命が助かったかどうかも判明しないしかしベルゴレーズ街殺人事件の犯人がついに捕まらなかったということだけは確かであるモーリス・ルベル作田中早苗役 ペルゴレーズ街の殺人事件お相手は久保田ひとしでした